敵からの交渉である脅威と横兵はなぜ食軍の中心になったのか。敵からの交渉である脅威と横兵はなぜ食軍の中心になったのか。脅威と横兵は諸葛亮亡き後の蜀の軍事面を支えた武将として知られています。しかしこの二人、実は元は魏の武将で降伏して蜀に仕えたのです。そんな二人が蜀軍の軍事の中枢を担うようになったのはなぜなのでしょうか。まずは脅威、横兵、それぞれの経歴から探ってみることにしましょう。天水の名門出身の脅威、やむを得ず魏から蜀に下る。脅威は天水地方に生まれ、天水の四世と言われるこの地方の豪族の一族でした。父を早くに亡くしましたが、父の功績により魏に仕えることになります。そんな中、諸葛亮が北伐を開始。脅威は魏の武将の一人として参戦しますが、周りの城が次々に降伏してしまいます。脅威も上司に裏切りを疑われ、仕方なく蜀に降伏することになったのです。小説三国志演義では、脅威の才能に惚れた諸葛亮が知恵を絞って仲間に引き入れたことになっています。蜀軍の中枢として魏に立ち向かうが、実際諸葛亮は脅威の才能を高く評価し、将軍に昇進させ、北伐などにも従軍させました。諸葛亮の死後は蜀軍の中枢を担うことになり、何度も北伐を計画し、諸葛亮の悲願を達成しようとします。これに大将軍である姫は、内政に力を注ぎ有能な人物の育成を待てと、大規模な北伐を許可しませんでした。しかし姫が不慮の死を遂げると、権力を握った脅威は北伐を繰り返すことになります。度重なる軍事行動に蜀の国力は疲弊し、内政も手薄だったため、宮廷では宦官の横暴を許してしまいます。これを察知した魏は蜀に侵攻。脅威は剣閣に立てこもり、商会らと戦いますが、当該が別ルートで生徒に迫り、蜀の君主劉禅は降伏し、脅威も商会に降伏します。後に商会と共に反乱を起こしますが失敗、妻子ともに殺されてしまいます。横兵、長路の異民族部隊から魏軍へ、そして蜀に降伏。横兵は漢中を支配していた長路に基準していた異民族の部隊に所属していました。そのため横兵は異民族の出身の可能性もあります。曹操が漢中に侵攻し長路を降伏させた際、横兵も魏軍に所属することになります。後に漢中をめぐる曹操と劉備の戦いの際に、横兵は劉備軍に降伏し、以後蜀に仕えることになり、北伐などに従軍しています。馬蜀の失敗をカバーし名を上げる。横兵の活躍として特筆すべきは、泣いて馬蜀を斬るで有名な街亭の戦いです。街亭の戦いにおいて、諸葛亮に期待されていた馬蜀は自身の兵法を過信していました。そして水源のない山頂に布陣してしまいます。横兵はこれを何度もいさめましたが、馬蜀は聞き耳を持ちません。結局は魏軍に水源を断たれ、蜀軍は惨敗。しかし横兵の指揮する軍隊は必死に踏みとどまり、全滅を避け帰還することができました。戦後馬蜀は泣いて切られますが、横兵はその功績を認められ出世することになりました。その後は魏延の反乱を鎮圧したり、侵攻してきた魏への対応などで軍功を挙げ、蜀が滅亡する前に亡くなっています。正史三国志によると、横兵は字が読めず書けなかったと言われていますが、口述させた文章は筋が通っており、式なども論じることができたといいます。なぜ降伏した武将である脅威、横兵は蜀軍で活躍できたのか。脅威も横兵も魏から降伏してきた武将です。一般に降伏してきた武将は信頼されないイメージですが、二人はすぐに蜀軍の中枢で活躍しています。なぜなのでしょうか。理由1、重要な場所の地理に詳しかった。脅威は天水の出身、横兵は漢中で働いていました。どちらの地も魏軍と何度も争いになった場所であり、大変に重要な地でした。蜀軍は慶州や益州の武将が中心であったため、そのあたりのことを熟知していたものは少なかったと考えられます。そのため脅威、横兵の地理の知識は大いに役立ち、軍の中心として活躍できたのでしょう。理由2、異民族対策。当時は異民族がたびたび反乱を起こし、その対応に苦慮していました。脅威の父は異民族の反乱の鎮圧で戦死しており、脅威自身も異民族を身近に感じていたに違いありません。後に脅威は異民族の異部や彼らを味方につけるなど、異民族の対応に大いに活躍しました。横兵も異民族の部隊にかつて所属しており、そもそも横兵は異民族出身の可能性があります。
どちらにせよ彼らについてはかなり詳しかったと考えられます。理由3、職軍の人材不足。三国志といっても職は地方を治めているに過ぎず、魏や呉に比べると圧倒的に人材が不足していました。特に諸葛亮が指揮していた時代は関羽、張飛、張允といった歴戦の名将がことごとくなくなっており、まだ人材も揃っていませんでした。そのため魏で身分が低いとはいえ軍事を担当していた二人は職にとって貴重な戦力だったと考えられます。三国志ライター三浦の独り言。職の末期は明らかに人材が不足しており、脅威王兵の存在はとても貴重なものだったのでしょうね。大きな組織で働き場がなくても場所を変えれば力を発揮するというのは今の時代でも見られることで、諸葛亮の人材を発掘する力は参考になりますね。